はい、ここは浮島の森、そういうところに来ています。そしてこの目の前にあるでっかいこれ島、これ実は島なんですね。でここは広く池があって、その中にこれが、この巨大なのが浮いてるっていうわけですよ。泥炭なんだそうです。で、ところがですね、これは40年ぐらい前までは風が吹いたら、台風が来たりしたら、この左の方にこっちの方にくっついたり動いたんですね。でこうやって住宅が建ってきて、なんだかんだで今は向こうの方に寄った状態で、向こう側はくっついてると、下は今も浮いてる状態なんだけど、向こうでくっついた、それで中歩いてこれるように橋も作っちゃってですね。そういうことで確かに浮いてることは信じていいのかなって、感じています。ここです。これ中通っていけると、こうですね。なんとなくこれ沈みかけてる感じしますね。浮いてる。その事務所で、ここのデータはどんなのかって手で持たせてもらったんだけど、本当に軽い、キノコッパを持ってるような雰囲気でした。で余裕持って、高さはないですからギリギリですね、こうやって。はい、とりあえず。